こんにちは、トシです。今日はですね、アッシュグレーカラーバターのダークシルバーをセルフで染めくれば、ブリーチなしの茶髪とブリーチありの金髪、これ染め比べていきたいと思います。で、セルフカラーのコツポイントも説明させていただきたいと思います。はい、まずポイントとしたら、ちょっと濡れた状態で塗ってってください。はい、あの多くボタボタボタって垂れるんじゃなくて、気持ち垂れる程度、気持ち垂れる程度ちょっとこう濡れてるなぐらいから塗りつけてってください。で、なんでかって、このようにめちゃめちゃ硬いんですよ。めちゃめちゃ硬いです。はい、なんでいきます、塗りますね。これボーンドーンって塗ったとしても、今塗ったんですけど、このように、このように今塗ったんですけど、この反対側、ほら薬剤が硬いから、このように裏側が染まんないんですよ。はい、ですのでたっぷり塗る、これポイントですね。まず前提でたっぷり塗ってってください。はい、たっぷりです。はい、でその状態からたっぷり塗ったら、で根元の方をたっぷり塗っててくださいね。根元の方、根元の方が染まりにくいから根元たっぷりです。でその上でよく溶かしたりとか、この内側に塗り残しが多いので、よく溶かしたり揉み込んだりとか、毛束を広げたりとか、はい、してこの内側の毛束に染め残しがないように気をつけて塗っていってください。はい、これを、ね、これをこう溶かすとか、ほらもう溶かしたから結構内側の毛束も染まってます。で今毛束広げて見てるんですけど、ほら毛束広げても表裏このように染まってます。はい、ですのでこのように表裏にたっぷりつける。はい、こっちも一緒ですね。はい、ほら表裏、はい、たっぷりつけていきます。はい、表裏で、あの手とかつくと結構あの染まっちゃいますので、手袋とかねしていただいた方がいいんじゃないかなと思います。はい、このようにたっぷり塗って、よく溶かして揉み込んで、はい、中間から毛先の方ですね、もうしっかり塗ってってください。はい、塗り残しが多い、はい、それが多くなるとまばらになったりとか、仕上がりが綺麗じゃないので、あの特に注意、塗り残しないように根元の方ですね、染まりにくい根元の方をしっかり塗って、溶かして表裏間っこっていうのを特に意識して、はい、もちろん毛先の方も当然意識していただいて、たっぷり塗るっていうのがポイントになります。はい、ありがとうございます。で、このままエンシェルズカラーバターって、20分時間を置かせていただいて流して仕上げてみますんで、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。はい、ブリーチしてない茶髪とブリーチありの金髪がこのダークシルバーで染めると、アッシュグレー、はい、に綺麗に染まり上がるということで、ちょっと、はい、ぜひ最後までご視聴いただけるとありがたいなと思います。イエイのイエイ。では20分後流して仕上げてみます。ありがとうございます。はい、こんな感じです。ドカン、ありがとうございます。はい、それでは流してきました。はい、アッシュグレーになるのか、はい、エンシェールズカラーバターダークシルバー、これね、はい、を使って、はい、いきます。せーの、ドン。はい、いかがでしょうか。茶髪と金髪、はい、ブリーチなしとブリーチあり、はい、10レベルぐらいです。はい、ブリーチなしの茶髪10レベルとブリーチありの金髪、はい、だいたいこんな感じです。せーの、ドン。はい、これね、もともとはこれに対して染めてみました。はい、ちょっと乾かしてみます。はい、いかがでしょうか。いきます。まずはブリーチなしの茶髪、ほらこんな感じ、10レベルにダークシルバー、はい、染めるとこんな感じになります。はい、アッシュグレー、はい、いかがでしょうか。ちょっと分かりにくいですかね。
はい、暗くなったなっていうのは感じると思うんですけど、果たして本当にこうアッシュっぽい、アッシュっぽいのか、はい、うん、なかなかぽいですよ、はい、これちょっといきます、アイロン通してみます、せーの、ドン、はい、いかがでしょうか、はいはい、ダークシルバーだけに結構落ち着いてますね、はい、でも光に当てたりとかすると、うん、確かにアッシュグレー、はい、これブリーチなしの茶髪、はい、こんな感じです、はい、ちょっと後でしっかりまた見比べてみます。続いてブリーチありの金髪、これ乾かしていきます、はい、ドン、はい、やはりブリーチありの金髪の方が色味っていう点では出てるっぽいですね、はい、これでまたアイロン通してみます、せーの、ドン、おお、うん、アッシュグレー、うん、確かになってる、はい、いかがでしょうか、はい、ドン、うん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 、確かに確かに確かに、まあとにかくやっぱりダークシルバーだけに結構暗くなりますね、はい、ブリーチなしの方もブリーチありの方も暗くなってます、はい、でその中で暗いなって感じるんですけど、あのちょっとアッシュっぽい感じ、グレー味が出てる、ただの黒髪っていうんじゃないですけど、じゃなくてアッシュなグレーの実を感じるダークな感じになってますね。アッシュでグレー味は感じますけど暗い、結構、ほらいかがでしょうか、うん、ダークシルバー、うん、綺麗ですね、綺麗に染まってます、はい、綺麗に染まってますね、いかがでしょうか、だってこんな感じですよ、はい、せーの、せーの、ドン、こんな感じで見比べると、こんな感じね、これに対して見比べていただくと、この、はい、ブリーチなしの茶髪とブリーチありの金髪、こんな感じ、ほらこれもともとこんな感じなんですけど、ダークシルバーで染めるとこんな感じ、せーの、ドン、ほらドカーン、結構結構結構、いかがでしょうか、あの暗くなってる感じはしますね、はい、アッシュグレイと言われればアッシュグレイです、はい、特にあのブリーチしてある方なんかはかなり近いんじゃないでしょうか、はい、アッシュなグレー味を感じるんじゃないですか、はい、うん、いかがでしょうか、まあ結構暗いですね、はい、暗くしたいな、ダークシルバーにしたいなって形はこれおすすめです、はい、でもアッシュなグレー、アッシュなグレーって言われたらブリーチしてる金髪でも結構濃く染まるので、でも色自体は綺麗ですけど結構暗いので注意が必要かなと思います、はい、ぜひですねエンシェールズカラーバターダークシルバー、これ参考にしてみてください、はい、ブリーチなしの茶髪10レベルとブリーチありの金髪に対して染め比べるとこんな感じに違うと、はい、ぜひ参考にしてみてください、イエーのイエーイ、ご視聴いただきありがとうございます、ぜひですねチャンネル登録よろしくお願いします、イエーのイエーイ、ドカーン、はい、こんな感じね、ぜひ参考にしてみていただけるといいかなと思います、こんな感じです、せーの、ドン、はい、こんな感じ、ありがとうございます、イエーイ、イエーイ。